こいつはもうなんか確かに何でも料理できますね。もんじゃ焼きとかできちゃう。もんじゃ焼きできるでしょ、ね、もんじゃ焼きとか僕のめちゃくちゃでかい鉄板の上で花見焼いてますハハ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 ハ温めた会話。めっちゃ映える。いい。いい。いただきます。どうぞ。本当にこの焦げがね。絶妙。うん。味の濃さを、ね、引き立てて。うん、うまもう上の方普通に雪積もってますかね。ベニツバキもいい。よかった。風呂から上がってもまだ明るいっていうのはすごい。こっちか。今回はですね、飯盒炊飯、水蒸気炊飯、水蒸気炊飯かをやってみようと思います。お、三角飯盒に使います。とりあえず中蓋に軽く揺すぐか。お風呂上がりはですね、最近男梅サワーにハマっております。いただきます。あー、うまい。風呂上がりの味がします。豆腐入れました。豆腐入れるときにですね、毎回やるんですけど、まあまた僕やっちゃいましたけど、豆腐ビチョーンみたいな、これ毎回恒例でやってますね。ちょっと豆腐の言い方が未だに分かりません。うわぁ、誰か分かる人いたらコメントで教えてください。これまたスーパーで買いました。カット白菜、白菜入れていきます。ちょこっと鍋の素ですね。
日本酒熱燗やりつつ飲みながらできました。ブリブリです。あと2秒で挿入だった。焼きこれ2個は何ですか。あ、これはこいつで挟む用の、おお、また照り焼きで。なるほど。飯盒の水蒸気炊飯チャレンジしてみてます。ちょっと開けてみようかな。そろそろ、おお、行きましょう。よいしょ、オープン。はい、おお、いいんじゃないか。いいんじゃない、いいんじゃない、すげえ、結構いいんじゃないか。いいじゃないですか。水蒸気炊飯、これが水蒸気炊飯ですね。あ、でも、あ、あともうちょいかな。なんとなく硬い気がする。一口食べてみようかな。うん、あ、いけるね。お、これいけるね。あ、でもあともうちょいだったんだろうな、本当は。下に若干お水が。欲しくなるね、これ、うん、なかなか飯盒でちゃんと遊ぶって。 OK、 あとはもう自由に取って食べますか。そうしましょう。どれどれ、おじや、おじや、できました。いただきます。うん、いただきます。うまい。あ、おいしい。あったかい。あったまる。めっちゃ味染みてるね。そう、染み染みする、うん、よかった。そのスタイルいいね。そのスタイルいいね。一人だったらええけど、人とだったらちょっとあれだけど、すごい旅人感出てますね。ちょっと時代が違うなっていう感じが。完全にこの飯盒の二重構造に見せられた2人。見せられた、見せられた。その時それが二重構造だったらめっちゃカレー食ってたんですよ。で、あ、はいはいはい、確かにカレーやりながらご飯溶けますか。ちょうどいい、思って。ちょうどいいね。その時は二重構造じゃなくて、もうそのこのカップなんて蓋としてのフライパンだったんで、はいはいはい、逆にしてなんか安定はしなかったんで、うん、それが安定して二重構造になれば確実に炊けるし、確実にカレーできるしみたいな、両方が出来たてで食べれる、食べれる、うん、そうそうそう、それはすごい。
はようございます。霧がいい感じ。朝食作ってます。アスパラとベーコンを炒めつつ、下でピザを入れつつ、上でお湯沸かしつつみたいな感じで。エヴァニューの三角飯盒に型になります。だいぶ黒くなりましたね。ちなみにもともとこんな色でした。それがこんだけ黒くなりましたね。だいぶ味が出てきたんじゃないかなと思います。あ、収納袋がねやっぱりねなくって、結局、まあ、トランギアの収納袋に入れて持ってきました。まあ、こんな感じでラフに入れてます。よし、未来的なところを見越して、今後どうなっていくのかなみたいなところをちょっと一緒にお話しするみたいな感じではあるんですけど、はい、というわけで、僕のワイルドキャンプ場、違うな、はい、というわけで、僕の真冬じゃないの、春なんだけど雪降っちゃったワイルドタープ泊終了になります。まあ、今回の課題はね、焚き火調理で飯盒を使ってどれだけバリエーション豊かに調理ができるかっていうところを追求したかったんですけど、まあね、いい感じでしたね。初めての水蒸気炊飯もできたし、非常にいいキャンプでした。というわけで、今回はこれで帰ります。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。